皆さんこんにちは、LINE の伊佐子でございます。こちらで最後の技術セッションですね。この後はクロージングを残して、あとはパーティーでございますので、40分ほど皆さんのお時間いただきますが、リラックスして、お聞きいただければと思います。ここまでですね、 LINE の社内でどういう開発体制でどういう困りごとをエンジニアがどうやって解決してきたかということを中心にお話をさせていただいたと思います。でそういったところにもし興味をお持ちでしたら、ぜひあの LINE に入っていただいて、我々と一緒にお仕事をしていただきたいというのが、素直な気持ちでございます。実はかくいう私も1年前は、皆さんと同じに、ステージの反対側ですね、客席側におりまして、当時はマイクロソフトでテクニカルエヴァンジリストをやってたんですが、ご縁あって今 LINE にこうしてきて、同じようにエヴァンジリストとして、LINE が、所有しているテクノロジーをより広く皆さんにお使いいただくような活動に、注力をしております。で今回はですね、このセッション、ボットに関しての、セッションです。内部理解を通じて、ふむふむ LINE ではこういうことをしているのか、勉強になったな、参考になったな、そういったところがゴールではございません。皆さんが、開発者の皆さんがワクワクして、いやぜひ LINE の仕組みを使って Facebook でも Alexa でもなく、LINE のプラットフォーム上でボットを作りたい、サービスを作りたい、そういう気持ちになっていただくことが、このセッションのゴールでございます。我々も一生懸命ですね、この日のために、デモのアプリケーションというか、ボットをたくさん作っております。で前半はですね、私の方で、潮流とか、今までの流れですね、あとはLINE のボットを作ったことがないという方もこの中にはいらっしゃると思います。もちろん専門が、セキュリティだったりインフラだったり、いろんなエンジニアの方々が、今回お越しいただいておりますので、ボットというのはどうやって作るのか、そのメッセージング API の基本みたいなところのおさらい、そういったところを私の方で、お話しさせていただいた後、実際のそのデモンストレーションを、多く見せたいのはですね、フレキシブルリッチメニューという、今回新しく皆様にご紹介する、機能がございます。こちらに関しては同じチームの立花の方が日夜頑張ってたくさんのサンプルやデモンストレーションを作っておりますので、立花と一緒に進行していきたいと思っています。ではまずボットの潮流ですね、このあたりをお話をしたいんですが、午前中のキーノートの中でいくつか数字が出てきたかと思います。ご記憶にない方のもいると思いますので、念のため繰り返しお話をしたいんですが、現在LINE のプラットフォーム上に13万のボットがあります。でこの中でもしボット開発されている方いらっしゃいますか、今運用されてなくてもいいです。実際にボットを作って、オウム返しボットでもいいので、私作りましたという方、ありがとうございます。これすごいですね。後ろからちゃんと写真撮ってくださいね。非常に多くの方々がボットを作っていただいてます。でそのボットは13万分の1ですね。でこうし皆さんが作っていただいているようなボットがどのぐらい使われているかという観点でいうと、累計するとですよ、それぞれのボットのお友達を全部足し合わせると2ビリオンって分かりますかね、20億人です。20億人のお友達、お友達っていうのは人間ですよね。人間がボットと会話をしていると、20億人の人間がボットと会話をしている状況がすでにもう作り出されている。これ手触り感ありますかね。中には、自分が作ったボットに自信がなくて、お友達でしか使ってないのに本当にボットの開発とかって進んでるのかなというふうに思われる方もいるかもしれませんが、全体を広く見ると20億人の方々がボットを通じた体験を何らかの形でやっています。累計ですよ。なので20億人ユニークユーザーじゃないです。累計ですが、こういった数字が出てますね。でさらにですね、10ビリオンもう分かんないですね、100億メッセージ、これ月とか日ではないです。前回のデブデーでですね、ボットを作るためのメッセージング API、 これを正式公開をしたんですが、そこから約1年間ですね、1年間の間に100億通のメッセージがボットと人間の間で交わされています。もう未来来てますね。実際にユーザーさんがボットを使った体験、これを非常によく使っていただいているといったことがご理解いただけるのではないでしょうか。でこういった状況を作るためにですね、我々前回、このデブデーの、時に、その時は私まだ LINE の社員ではなかったんですが、ボットアワードを開催しますと、優勝賞金1000万円ですということを発表して、中身詳細何も決まってなかったんですね。で私が入社して、何を言われたかというと、いや伊佐子さん、このボットアワードってやつをやることが決まったので、ぜひ責任者として頑張ってくださいと
というのを、指示をされまして、これは私もぜひやりたいと思ってたプロジェクトですので、一生懸命やってまいりました。で、最終的にグランプリに輝いたのは、アンドハンドというチームです。ご存知の方は各種報道でもういらっしゃるかもしれませんが、目が不自由だったり耳が聞こえなかったりあるいは妊婦さんだったり、そういうちょっとしたことに困っている方々が、例えば目の見えない方が持っている白杖、白い杖ですね、白い杖の中にラインビーコンを入れよう、あるいは日本だと妊婦さんが、電車の時に席を譲ってもらえるように、妊婦さんのバッジをつけていることがあるんですが、その妊婦のバッジの中にラインビーコンを仕込もうと。要はビーコンというと、どうしても店舗とかいろんなところに固定的に設置をして使うというのが、皆さんの発想だと思うんですが、このアンドハンドのチームは動く移動体に人間に対してビーコンを何らかの形で持たせて、その周辺の方々とのマッチングを図ろうというようなサービスを、作られました。で、これ我々もですね、どういう作品が集まって何を表彰すべきか非常に悩ましかったんですが、最終的に世の中の役に立つ、これを使ってちょっと嬉しいな、助かったなと思う方々が増えるようなサービスに1000万円を無事提供できたこと、これ非常に嬉しく思っています。現在では日本の地下鉄ですね、東京メトロさんとかそういった事業団体とすでに実証段階の時期に来てますので、今後ぜひ皆さんの周辺で見かけたら一人でも多くの方々を助けてあげるようにしていただければと思います。で、それ以外にもですね、非常に多くの賞を提供しました。どういうボットが来るか分から、応募されてくるか分からない状態において1000万円だけだと他の人何も賞がないのはおかしいよねというので、それぞれに部門賞を提供してきました。中には日本の方々だと使ったことがあるであろう黒猫ヤマトさんの不在配達通知を AI が返してあげるボットとか、あとは今日マイクロソフトの畠山さんがご紹介されてたナビタイムに写真を送ったり、どこそこに行きたいというと経路検索とかその地理情報を返してくれるようなボットですね、ナビタイムさんのボット、こういった商業ベースで既に使われているものも含まれています。しかしながら、例えばですね、シャクレというサービスがあるんですが、これはこういったテクノロジーカンファレンスの時に一番前に座っている人はスライドの写真撮りやすいですよね。で、後ろの方にいる人は人の頭が入ってしまってなかなか、鮮明な文字を、写真で残すことが難しいと。じゃあそのカンファレンス会場にラインビーコンを置いておいて前の方の人が、撮影したもの、その写真が後ろの方の席にも、ちゃんと行き渡るようにしようじゃないかという困りごとを解決する、開発者の皆様の困りごとを解決するようなサービス、これは、ある開発者の方が一人で開発をされています。なので商業ベースで非常に多くのリソースをかけて作ったものだけではなく、個人開発者の皆さんが、アイデアを持って深度作り上げたもの、それを、全ての分野で、表彰しようということでやっておりました。で、中にはですね、これ日本だけではなくてタイのチームボットノイというすごく有名なボットがあるんですが、そちらとか、あとはインドネシアからスタートアップのチーム、学生さんのチームがやってきて、賞を受賞したり、そういったグローバルな取り組みになっています。で、これを実施する中でですね、最終的に賞を提供しただけじゃないんですね。途中でですね、 LINE の開発者のメンバーが一緒になって技術支援をするようなハッカソンのイベント、これを非常に多くやってきました。この中で我々が提供している API に対してもっとこういう機能を改善してほしいというようなフィードバック多数いただきながら、我々も学びながら製品開発を進めることができています。で、こういったお話をすると自分も本当はボットアワード参加したかったなという方いらっしゃると思います。で、ここでボットワード2回目開催ですって言えたらすごくかっこいいんですが、実は諸事情いろんなことがあって、まだ開催が決まってません。最大の理由は、今回午前中のキーノートから、たくさんの新しい技術、今後のロードマップみたいなことを話してたと思うんですが、それがある程度皆様にとってこれ使ってぜひアプリ開発したいよねという準備が整いましたら、ボットアワードをぜひやってみたいと思うんですが、ここでやっぱり皆さんの反応を見たいと思いますので、ボットワードを次やったら自分参加したい、あるいは LINE さんぜひもう一回1000万円かどうかわからないですけども、何らかの特典を提供してボットワードやってほしいという方は、バーチャルな方は Twitter で RT をするか、この会場の方は拍手で、どのぐらいやってほしいかという皆さんのパッションをお聞きしたいと思います。ではボットワードもう一回やってほしい方、拍手をお願いします。
はい、ありがとうございます。多分皆さんの拍手は我々の経営層に届いたと思いますので、次予算獲得頑張ってやっていきたいと思います。はい、で、実際にですね、このメッセージング API を使ってどんなことができるのか、その復習のところに、パートとしては進んでいきたいなと思います。で、メッセージング API 難しいことはないですね、簡単です。ボットを作るための API です。なのでできることは非常にシンプルで、ボットに対して天気を聞きます。天気を聞かれてるなということが分かったら、そのアプリケーションが何かのメッセージを返す。ただこれだけですね。これをリプライ API と呼んでいます。加えてなかなかですね、せっかくボットのサービスを作ったのに誰も話しかけてくれないな、寂しいですよね。あるいは商業ベースでやったときに、ぜひ、多くの友達の皆さんにお知らせをしたい、クーポンを配布したい、そういうときに使えるのがこのプッシュメッセージです。このリプライメッセージとプッシュメッセージというのを組み合わせてボットサービスを作っていく、その全体の仕組みをメッセージング API という形で呼んでいます。ただ我々やっぱりプッシュメッセージはあまり多用してほしくないんですね。プッシュメッセージを使える、条件には、金銭面だったりいろいろ制約をつけてます。なぜならば、ボットをせっかく作ったのであれば、できるだけユーザーさんとインタラクティブな仲良しな関係を作った上でサービスを利用してもらいたい。なので、リプライ API を使って皆さんからの要求というか会話を受け取って、それをウェブフックで感知をし、何かのサービスを返すボット、これをぜひ皆さんに作っていただきたいというふうに思っています。ボットの作り方は非常に簡単です。 API の中で Node.js で書かれ、Node で書かれ、ドキュメント書かれているところがあるんですが、実際にはですね、このブロックの部分をテキストを変えていただくだけで、簡単なメッセージを返すことが可能になっています。なのでカールコマンドからですね、お手元で実際にボットの挙動を試してみる、こういったことが、簡単に実現できるようになっています。で、 API を提供するだけではなくて、我々はそれぞれの開発言語ごとにより使いやすく工夫をした、SDK、 これをご提供しています。ここの言語の並びにある中にないもの、例えば私はマイクロソフトにいたので C シャープないなというのもあるんですが、もしそういうことに気づかれたらですね、我々も頑張りますけども、開発者の皆さんとぜひ足りない部分を一緒になって作っていきたいなと。で、こちらにある7つの言語に関してはもうすでに皆さんがレディで使える状態ですので、ぜひ使っ、これらの SDK を活用して簡単にボットの開発をしていただきたいなというふうに思っています。ボットを作るときにいくらかかるんですか？お金がかかりそうですね。で、実際にはデベロッパーの皆さん向けには無料でお作りいただけます。 LINE にとって一つ重要な指標で、何人のお友達にリーチをするんですかというので、我々のビジネスを特に広告面でやっているところがありますので、デベロッパートライアルと言われている開発者向けに全ての機能を開放しているものに関しては、お友達の上限数を50人に抑えています。だから50人いれば十分にみんなで仲間内で活用できるようなボットであればタダで作れます。しかもここでスモールスタートで作り始めたものをだんだんとサービスの規模を大きくしていって、最終的には数百万人、数千万人の友達を持つ公式アカウントだったりビジネスコネクトに応用していく、広げていく、こういったことも実現できるようになっています。で、 LINE らしいボットを作っていただきたいという思いで、我々がいろんな機能をご提供しているんですが、その一部を紹介していきたいと思います。まずはスタンプですね。英語だとスティッカーと言いますが、スタンプで自分たちの気持ちを表す、テキストのメッセージだけではなくてスタンプを気軽に使える、 LINE のユーザーさん、皆さんのアプリの向こうにいるユーザーさんはスタンプを使ったコミュニケーションに非常に慣れています。なのでこのスタンプを使ってユーザーと深いコミュニケーションを図っていただく、こういったところはもちろん LINE としては機能を提供しておりますし、加えて写真を送ったり動画を送ったり、あるいは任意のファイルを送ったり、こういったことが実現できたりもします。で、しかもですね、 LINE のアプリケーションの中で普段お友達と会話をしているときに写真をどうやって送るかっていうのは皆さんすでにご存知の通りなので、ユーザーさんに対するこうやって写真を送るんですよっていうことが必要ないんですね。説明が必要ない。同じように使えるものの中に位置情報があります。
で位置情報も LINE のアプリケーション上から送ることができるんですね。逆に位置情報を何か返してくれることも、返してくれるようなボットを作ることもできます。この例では LINE って検索をするとですね、 LINE の本社の住所が位置情報として返ってきて、それを開くとユーザーに対して何らかのアクションが提供される、こういったボットが簡単に作れるようになっているんですね。でユーザーさんとコミュニケーションをどんどんインタラクティブに図っていきたいというときに、テキストだったり写真だけだったらなかなか会話が弾まないですよね。ユーザーさんも自由に入力してくださいと言われても困ってしまう。そういうときにボタンであったり、カルーセルと呼んでるんですが、複数のイメージを選択しながらユーザーさんが本当に望むもの、これを簡単に実現するようなテンプレートを多数ご用意をしています。でこのテンプレートの中で、例えば日付を選択したいんだよねというようなご要望を皆さんからいただいてた経緯から、デートタイムピッカーアクションというものを追加しました、つい最近ですが。なので皆さんがこういうテンプレートがあったら LINE のボットもっと便利になるのにというのは、ぜひ皆さんの声を聞かせていただきたいと思っています。で自由度を高めるという話になってくると、これは今日のお話にだいぶ本題の話に近づいてくるんですが、イメージマップというものを利用することができます。テキストだけでは、あるいはスタンプだけでは伝わらない複雑な構成をユーザーとやり取りするために、イメージマップというものを使って座標と大きさですね、エリアの大きさを指定して、そこに対してどういうアクションをするかというのを定義をする。でこれは最大50個までエリアを定義できますので、広告クーポンのような使い方だけではなくて、これリバーシのオセロと言っちゃいけないです、リバーシの、ゲームがサンプルで出てますが、こういったゲームの中のコミュニケーションというか、ユーザーエクスペリエンス、ユーザーインターフェースとしても、使っていただけるようなものになっています。さらに前回のデベロッパーデーの時、皆さんに、LINE ビーコンをお配りしてたと思います。ですので特に前回参加いただいた方々を中心に LINE ビーコンを使ってですね、アプリを作るという方々が非常に増えてきています。で、このビーコンも、活用してボットを作っていただく、こういったことが実現できていくんじゃないかなと。でここまでのお話でですね、それはボットの中で単体で終わればいいじゃないかというのでご満足いただけている方もいらっしゃるかもしれませんが、いやいやもっとユーザーに便利なものを作りたいんだというふうに思っている開発者の皆さんもいるんじゃないでしょうか。これからお呼びする立花さんもその一人です。でここから先はですね、私が一方的にしゃべるだけではなくて、実際に、ここから先のデモを作った立花さんと、一緒に進めていきたいと思うんですが、私が呼んで皆さんにそういうことを要求するのも何なんですが、どうぞ大きな拍手でお迎えいただいて、立花さんに、バトンタッチしていただきたいと思います。立花さんどうぞ壇上へ。立花さんも最近 LINE に入られて、はい、入る前は LINE のボットの本を書かれてましたよね。そうですね、おかげさまで、はい、社外で活躍されているエンジニアでボットの本を書いていて、いやすごくまとまったものを書いてるなという方を見つけてですね、スカウトして来ていただいた立花さん、よろしくお願いいたします。ではここから早速 LINE ログインとメッセージング API ボットを使ったデモの方に入っていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。では、デモを使ってメッセージング API と LINE ログインを組み合わせた、メリットについてお話したいと思います。このボットはですね、体重と歩数を管理してくれるようなボットになっております。ではまず悪い例からいきたいと思うんですけれども、ボットに対して呼びかけるとテキストで返ってくると、これはもう見にくくても誰も使いたいと思わないですね、もちろん。ではウェブでそのグラフの部分をやってみようとしても、最初はやっぱりユーザー ID、 パスワードなどの入力が必要になります。やはりこれでもまだ面倒くさいと。そこで LINE ログインを使ってみましょう。で画面下部からリッチメニューが出ますので、リッチメニューをタップします。するとウェブに遷移して、ここにはウェブログインが、LINE ログインが実装されておりますので、初回のみ権限の確認画面が出ます。同意すると、はい、ログインができまして、ボットでは実現できないようなリッチな UI が実現できていることが分かります。こちらの体重は立花さんの実際の実測値ですか？
いやいや、そうじゃなくて、ちょっとサバを読んでます。ちょっとサバ読んでますね、はい、ちょっとあの久しぶりに会う方たくさんいると思うんですけど、ちょっと太ったなと思うかもしれないんですけど、これ T シャツのせいなんで、はい、はい、ということでですね、2回目はオートログインされました。で、画面の一番上を見ていただくと分かると思うんですけど、私の名前が出てると思います。これはメッセージング API と LINE ログインで利用するユーザー ID というのは共通ですので、ボットと同じデータが取得できます。これが LINE ログインとメッセージング API を連携させるメリットになります。今回あの皆さんにご提供している、まあ、オープンに開発している API というか仕組みとしては、メッセージング API と LINE ログイン、この2つを組み合わせるパワフルな体験をぜひお持ち帰りいただきたいなと思ってます。なのでボットだけで完結してもいいですし、ウェブのアプリケーションを組み合わせて、そこに LINE ログインを介在させる、こういったアプリケーションのデザインの仕方をぜひ考えてみていただきたいなと。で、実はもう一つですね、お知らせをしたいことがあって、メッセージング API を公開してから、まあ、皆さんいろんな使い方するんですね。中には、先ほどの体重計、体重を測るようなボットのように1人と1ボット、ボットと人間1人が会話をするような1対1のコミュニケーションパターンもあるんですが、グループの中にボットを1体入れて、そのグループのユーザー、人間が会話している文脈に合わせてボットが振る舞う、こういったものを作られている方々もたくさんいらっしゃいます。代表的な例で言うと翻訳とかがそうですね。我々 LINE の社内でも、英語を話す方、韓国を話す方、日本語を話す、我々、まあ、いろんなメンバーが参加をしているんですが、グループの中にボットを入れてその翻訳をする、まあ、そういった、使い方をよくしています。で、翻訳ボットの場合は誰が何を話すかということを、分かっている必要はないんですね。なのでこちらにあるように、このコードにあるようにグループ ID というのが分かっていればそれで十分なんですが、ただこれだと困るという方々が多数いらっしゃいました。そこでグループ ID だけではなくて、ここの中にメンバーとして入っているユーザーの ID を、まあ、きちんと取得できるように、ユーザーの ID を取得した上でアプリケーションが振る舞いを変えられるように、そういった機能変更を規約改定と合わせて行っています。これができることによってどんなことがアプリケーションとして実行されるか、ここもデモンストレーションの方で見ていきたいと思います。ではこちらもデモを使ってグループ内でボットを入れる、そしてボットからユーザー ID が取得できることのメリットについてお話したいと思います。このボットはですね、グループのレポートの提出管理をしてくれるようなボットで、このグループには教授と学生の3人が入っています。はい、まず普段は普通の会話がされているんですが、ここでそろそろ課題が出るようですね。これ教授ですね。はい、はい、で課題を提出するにはボットをグループに招待します。ボットはグループに自動的に参加しますので、まず最初に設定を行いましょう。設定用のリンクが送られるのでタップすると LINE ログインをして、ここで教授の ID とグループの ID が紐づきます。ウェブ上のボタンをクリックするとトークルーム上にリンクが送られます。このリンクは提出用のリンクになっておりますので、それぞれのユーザーが提出を行います。はい、一方で提出が遅い立花さんにはリマインドのメッセージが届きますね。立花さんが提出しました。提出が遅い立花さんにちょっと注意してやろうということで、ボットの管理画面に行きます。同じく LINE ログインをして、グループ一覧が出ますので、この中からメッセージを送りたいユーザーだけをタップして、ボタンをタップするとそのユーザーのトークルームにだけメッセージが送られると、このようなことが可能になります。これちょっと全部入りにしたのでちょっと分かりにくかったかもしれないんですけど、単純に英語禁止のなんかグループでやるゲームとか、あとは NG ワードゲームとか、そういったものにもこの機能があることで実装することができるので、はい、ぜひLINE らしい、グループに対応したボットなどを作ってみていただけると嬉しいです。はい、はい、1対1のボットだけではなくて複数の人間がある中いる中で、その中でボットがきちんとユーザーの意図をつかんで、会話をするようなボット、これをぜひ皆さんにチャレンジして作っていただきたい、そういった思いでこのユーザー ID を皆さんに取得できるように、させていただいております。
というお話をしてきてですね、これでもう十分ですかねというつもりは我々もなくって、ここから先もっと良くするための、話題に入っていきたいと思うんですが、それが、今回ご紹介をする、フレキシブルリッチメニューという形になります。まあ、フレキシブルリッチメニューの前にもしかするとリッチメニューというものをご紹介しなきゃいけない方々もいらっしゃると思うので、まずはそのリッチメニューのあたりから、説明を進めていきたいと思います。はい、ではリッチメニューについて説明します。こちらの方は、もう昨年の段階で実装されておりましたので、使ったことがある方もたくさんいらっしゃると思います。このように、トークルームの下部に表示されるグラフィカルな UI で、エリアを設けてそのエリアにアクションを紐付けることができます。はい、このような感じですね。でこのリッチメニューなんですが、いくつか問題点というか、課題がありました。例えば、表示領域が狭くなってしまう、それから、せっかく送ったリッチメッセージの上が切れてしまう、すべてのユーザーに対して一つのリッチメッセージが同じリッチメッセージが表示されるので、すでにアカウント連携を済ましているユーザーにもアカウント連携をしてくださいというようなメッセージが出てしまうと。それからデザインなんですけど、こうやっぱり四角形で、まあ、整然とこう並んで、まあ、ありきたりな UI しか作れなかったというような問題がありました。でこれを解決するために考えたのが2点ですね。より自由なレイアウト方法、そして API による制御、リッチメニューの制御になります。では最初に、デザインの方から説明したいと思います。一つ目はハーフサイズのリッチメニューです。現在はこのように、大きいリッチメッセージ、リッチメニューしか設定できませんので、表示領域を狭めてしまうという問題があります。これが縦のサイズが半分のリッチメニューを設定することができるようになります。これによって常にリッチメニューを出しっぱなしのような、グループというのもしてもユーザーに対してユーザーの表示領域を狭めませんので、UI のレイアウトの選択肢がだいぶ広がると思います。次にもう一つイメージマップですね。はい、先ほど申し上げたんですが、現在はいくつかの決められたレイアウトの中から選択するというようなことしかできなかったリッチメニューですが、こちらのデザインが、はい、イメージマップの仕様に準拠したものになります。この例ですと地図型のリッチメニューというのを作っておりまして、ホール A をタップするとホール A の情報が、まあ、こちらですね、ホール B がホール B というような情報が紐づいていて、自由な座標、エリア、それから大きさのメニューをリッチメニュー上に構築できることができるようになります。他にも、はい、このような直感的なメニューですね。これはまあ焼肉屋のメニューをちょっと考えてみたんですけど、単純にテキストとかボタンが並んでるより絶対こっちの方がクリックしたくなりますよね。で、まあ、なんか全部こうクリックしてタップして見たくなるような、そのようなメニューも作ることができるようになります。この絵は実際に橘さんが描いたんですか？はい、そうです開発以外の才能もお持ちなんですね。はい、はい、じゃあ次いきます。他にも電卓のようなあまり複雑なものはできないんですけど、まあ、この程度の少し複雑なぐらいのものでしたらリッチメニュー上に構築することができます。こういうのってイメージマップで作ったことある方多分いらっしゃると思うんですけど、イメージマップだとこう流れていくのですごく使いづらいんですよね。これがリッチメニューだと下に貼り付きますので、こう出っ放しでこう UI として、まあ、コントローラーというかそういう面ですごく使いやすいものになると思います。他にもゲームなんかだと十字キーとかすごくいいですね。ユーザーの方がパッと見て分かるこう UI というのはすごくユーザーに優しいので、ぜひユーザーに優しい UI をリッチメニュー上に作っていただけたらと思います。他にもレシピサイト、レシピボットとかですね、もうどうしてもこう大量のボタンが必要になってしまうボットというのもあったんですが、こういうのは従来のボットの UI では厳しかったんですけれども、これも今回の新しいリッチメニューでたくさんのボタンを置くことができるようになります。
はい、ここまでがですね、リッチメニューでどういうことができるのか、あるいはその表示領域の問題だったり、イメージマップを使って工夫をしたり、そういったことをご説明をしてきたんですが、まあ、今日いらっしゃってる皆様は、プランナーとかデザイナーとかではなくて、おそらく開発者の方々だと思います。とするとですね、今我々がご紹介したような機能をどうやってアプリケーション側から制御できるんだろうかということにご興味があるんじゃないかなと思いますので、ここから先はこのリッチメニューの API の部分に関して、引き続き説明をしていきたいと思います。はい、では API の方について説明したいと思います。現在は管理画面からこのように一つのボットに対して一つの有効なリッチメニューを設定するということしかできなかったのですが、こちらをあらかじめ設定したリッチメニューをユーザー ID に対して動的に API を通じて紐付けることができるようになります。例えば先ほど申し上げたんですが、アカウント連携をしているユーザーに対してもアカウント連携をしてくださいというようなメッセージが出てしまうというのも、今回のアップデートでユーザーが会員登録をアカウント連携をしたタイミングで違う、そのユーザーは違うリッチメニューを紐付けてあげると。そうすることで、すでにアカウント連携を済ませたユーザーには会員専用のメニューが表示されると。そのようなことができるようになります。他にもですね、例えば先ほどのあのビーコンを利用して、これはあの例えばで博物館のボットを作ってみたんですけど、来館者というのをビーコンで感知して、来館者には特別クーポンや、その日行われているイベントなんかを表示する特別メニューを、で普通のユーザーにはもう通常の一般メニュー、まあ、アクセスとか営業時間とかそういったものを表示するというような出し分けも可能になります。他にも、ユーザーに対してお気に入りとかクイックアクセスとかそういった機能を作ってあげることで、ユーザーがアクセスしたい情報に手早く素早くアクセスすることができるようになり、まあ、こちらもユーザーに優しい UI ができると思います。他にもサポートを行うボットなんか結構あると思うんですけど、サポートが終わったタイミングで先ほどのサポートはいかがでしたかと、満足度を教えてくださいというようなアンケートを出すと、もうそうするとアンケートにも答えてもらいやすくなると思います。このような出し分け方法も有効だと思います。他にもユーザーがボットと友達になったタイミングでユーザーの属性を選択させると、ユーザーが属性を選択して属性がもう決まったユーザーに対してはそのユーザーに対して最適なリッチメニューを以後は表示し続けるというようなこともできます。はい、2つ目の API はキーボードの API になります。表示領域を狭めているリッチメニュー、これに対する解決策となります。例えば、運送会社のボットがあって送料を調べたいなっていうときは、それまではずっとリッチメニューを使って制御できていたボットも絶対にこう郵便番号をユーザーに入力してもらう必要がありますよね。そのようなときにユーザーが混乱してしまうので、ユーザーがキーボードで文字を入力する必要が出たタイミングで API を通じてキーボード下から出してやると、そのようなことができるようになります。ユーザーの入力が済んでキーボードが不要になったタイミングでまた API を通じてキーボードをしまってあげると、はい、そういうことができるようになります。他にも、まあ、リッチメニューでも同じですね、必要なタイミングで API を通じて出してあげる、引っ込めてあげるというようなことができるようになります。はい、これはあのゲームなんですけど、ゲームなんかでもすごく有効ですね。ゲームが終わったタイミングでおめでとうございます、このボットを友達にお勧めしてくださいというような派手なリッチメニューが下から出てくる。あのイメージマップでゲームとか作ってると、あの終わったタイミングでいろいろお勧めしてくださいとかそういうのを出すと結果画面が上に流れて見えなくなっちゃうんですよね。だからこう一番出したいタイミングで出せないというようなジレンマがあったんですけど、こちらもリッチメニューを使ってあげることで、盤面は見せたい情報は残しつつ、新たに見せたい情報は下部に表示させるというようなことができるようになります。はい、多分 LINE ボットリバーシとかで検索をすると、立花さんが過去作られたリバーシボットみたいなものがあの検索上位に出てくると思うんですが、まあ、こういったものを作れるような環境を、より使いやすく、提供できるような環境を我々としてはご提供していきたいんですが、まあ、今回さまざまな
サンプルを皆さんにグラフィカルにお見せをしてきました。中には目がチカチカしてですね、画面的にこれ構成どうよみたいなところもあったかもしれないんですが、皆さんの印象にできるだけ記憶に残るように、お話をしてきたつもりなんですが、これ API を説明する上に一つ足りないことがあるんですね。これ実際にここにサンプルとして表示しているのは、いわゆるイラストワークではなくて、きちんと動くボットを作ってそのスクリーンショットを貼ってるんですが、この API はもうすでに公開されてるんでしたっけ？あ、それがまだなんですよね。なので本来であればですね、このボットを、リッチメニューを通じて、リッチメニューをどうやって制御するのかっていう部分の、呼び出し方とか、そういったことをコードでご説明しようと思っていたんですが、多分我々が内部で使っているものと皆さんに最終的に公開するものに差異があっては困るということで、今回はこういったサンプルをご提示することによって皆さんのまず妄想をかきたてていただくということを、セッションのゴールにおいてお届けしてまいりました。なので続報はしばらくしてからですね、我々からまたお届けしますので、期待してお待ちいただければと思います。さてセッションの方も残り5分を切ってまいりました。ここで、これから先の展開について、ご説明をさせていただきたいと思っております。すでにですね、このデベロッパーデーに向けて、改善をしてきたことがございますので、いくつかご紹介をしていきたいと思います。まずデベロッパーセンター、黒くなりましたね。黒くなった、ここは笑うところかどうか微妙なんですが、黒くなっただけではなくて、より使いやすくなったと感じていただきたいなと思ってます。このボットを管理する上でもですね、実際に複数のサイトをまたがって作業をしなきゃいけない、なんでこんな構成になってるんだろうかというものも皆さんからお声をいただいて改善をして、より管理しやすいような状態を作り上げています。加えましてボットを作るためにですね、いろんなリファレンスとかサンプルコードとか、そもそも最初だから取っかかりわからないなというときに、非常にドキュメントを増量しました。ドキュメントを増やして日本語と英語できちんと皆さんの、期待に応えられるような状況、これを作り上げて、デベロッパーセンターをリニューアルしています。さらにですね、途中で SDK をご提供しているというお話があったんですが、こちらはデベロッパーセンターの中からリンクを踏むとですね、 GitHub の方に、飛ばされると思います。この GitHub の方のプロジェクトでは我々の開発メンバーがコントリビュートしながら日々、オープンソースですので、皆さんと一緒に、この SDK のブラッシュアップ、これを実現してきています。でここでですね、実はスライドは用意してないんですが、ワンモアシング的に一つご紹介だけさせていただきたいことがございます。 LINEBOT Studio というプロトタイピングツールというのが適切かどうかわからないんですが、本日ご紹介したようなさまざまなボットを、皆さんはコーディングできるのですぐに作っていただけると思うんですが、デザイナーやプランナーの方々が、カルーセルこういうふうに設定したいんだよというイメージをデベロッパーの皆さんとより会話しやすくなるためのプログラミングレスな環境ですね、これをプロトタイピングツールとして LINEBOT Studio、もうじき皆さんのところに、お届けできると思います。これは最初ウェブ版ではなくて、皆さんの PC で動くようなアプリケーションとして、ご提供する予定でございますので、ぜひ期待してお待ちいただければと思います。こちらに関しても、追って我々の方から何らかの形で、皆さんに情報公開をしていきたいと思っております。ここまでずっとボットの話をしてきました。でもおそらく今日会場にいらっしゃる皆さんは、LINE デベロッパーデーに行って、クローバーの話を聞いてスマートスピーカーは未来だと思って、何らかの興味を持たれて、今そういう状態にあると思います。で、我々が一つご提示をしたいのは、今スマートスピーカー向けのスキルというもの、これを皆さんに直接開発していただくような SDK もまだご提供できてませんし、おそらく日本および LINE が展開しているそれぞれの国の言語および文化の縛りが強いところにおいては、アレクサとかさまざまなスマートスピーカーの開発環境あるいはマーケットがまだそこまでできてないだろうと。であれば今の段階で皆さんがスマートスピーカーで提供したいと思っているようなアプリケーション、これをまず LINE のボットとして実装しませんかというおすすめです。LINE のボットとして多くのユーザーと会話をしながら AI が賢くなるのか、ルールベースの仕組みが賢くなるのか、リッチメニューとかを使ってより
ユーザーにきめ細やかなコミュニケーションができるのか、こういったことを実現しながらですね、我々がクローバーの SDK を提供できる日をぜひ待っていただきたいなというふうに思っています。冒頭のキーノートでお話をした通り、クローバーのスキルと LINE の今のメッセージング API でできること、もしかすると少し違うことが出てくるかもしれませんが、できるだけインテグレーションを楽にするような方式を模索しておりますので、もし何か新しいアプリケーションサービスを作りたいという方は、まずメッセージング API とか LINE ログインを使った仕組みを検討いただければと思っております。加えまして、今回この興味を持っていただいた皆様、ぜひ LINE API エキスパート、これも午前中のキーノートの中でお話をしているんですが、サードパーティー、皆さんのような開発者の皆さんに LINE が認定のプログラムを提供して、より一層ハッカソンであったり、ブログを書いたり SNS で拡散したり、そういった活動を我々と一緒にやっていただきたいなと、そういう思いでこの API エキスパートの制度を立ち上げようとしています。で、午前中のキーノートではあまり詳細を申し上げなかったんですが、今回私から皆さんにお伝えしたいことその1は特典ですね。LINE API エキスパートになるとどういういいことがあるのか、開発者の皆さんへの、メッセージなので、お金が儲かりますとかそういうことじゃないですね。我々が、非公開の API、パートナー限定で持っているもの、あるいは開発途中でまだクローズドベータ段階のもの、これを、API エキスパートの皆さんには公開をしていく、さらにはそのフィードバックを直接我々の開発エンジニアが受ける場をご用意する、これを最大のメリットと感じ取っていただける方、そういう方を対象にまずは募集をしたいと思っています。もしかするとですね、トロフィーが欲しいとか名誉が欲しいとか、そういったことも後付けであるかもしれませんが、 LINE と一緒に、このプロダ、デベロッパー向けのプロダクトをより良いものにしていただけそうな方、ぜひご応募をお待ちしております。で、こちらで我々のセッションをクロージングで終わろうとしているんですが、いろいろ説明をしてきました。で、どういうボットを作りたいか、皆さんの頭の中に少しでもイメージが湧いたらいいなと思うんですが、ボットというのは、もう人間の代わりをするとかそういう段階のものではなくて、人間よりよりきめ細やかで、より快適でよりカンファタブルな、会話ができるようなものに進化できる材料を我々としては提供して いるんじゃないかな、あるいは今後もしていこうと思っておりますので、ぜひこのセッション終わってですね、クロージングを迎え、さらに懇親会を終わってお家に帰った時にはですね、ぜひ自分でこういうボットを作ってみたい、そのパッションを忘れずにブログを書く、行動を書く、そういった行動に移していただきたいと思っております。以上で我々のセッション、こちらで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。